春が来て過ごしやすい気温になったな、気持ちいい。海ぶどう。何言ってるんですか樋口さん。前回の番宣作るくだりが気に入っちゃって。いきなり海ぶどうって言ってもわからないでしょう。気になった方は前回のエピソードをお聞きください。ところでヒラリーさん、こんなところで何やってるんですか。3on3でもやってるんですか。どこにバスケットコートがあるんですか。しかも 3on3 は6人いないとできないでしょ。ではここで問題です。久しぶりに謎々きた。バスケットを繰り返していると禁止事項がわかります。さて何でしょう。禁止事項。シンキングタイム。ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンポンブリンバンバンブリン。はい、終わりです。中途半端でこれで終わった。答えは。答えは。だいたい1分後。 Zip FM Original Podcast Woodcast。 おはようございます、ヒラリーです。ウッディーラーの樋口です。 Zip FM オリジナルポッドキャスト、ウッドキャスト。この番組は森と人の距離を近づけるプロジェクト、ウッディーラーの樋口さんと、いつかツリーハウスを作ってみたい私ヒラリーが、ものづくりと森づくりをつなげる自然まみれのプログラム。ぜひ最後までお付き合いください。さて樋口さん、先ほどの謎々の答えお願いします。答えは、はい、蹴っ飛ばす。はいはいはい、だと思いました。バスケット、バスケット、バスケット、蹴っ飛ばす、蹴っ飛ばす、蹴っ飛ばす、はい。はい、もう何、はい、ですかね、この謎謎毎回ね、やらされてますけども。蹴っ飛ばす。で、いつもあの樋口さんはいつも分かんないっていうね。答えを言う側だけど、いつも答えまでたどり着いてないっていうね。蹴っ飛ばす。さあ、今日もやっていくんですけども、さて、今回のエピソードなんですが、これまでに製材所のお話をしてきましたが、その製材所ではどんなものを使って木を切っているのか、今日はそんな機材について伺っていこうと思います。今はこう機械をね使って木を切ってると思いますけども、昔はやっぱり手作業だったんですか。うん、そうですね。昔は大工さんが長斧という手斧、手斧、うん、を使って丸い原木を削って、まあ、削るっていうのははつるって言った方が、はつる、うん、ちょんちょんとはつる、うんうんうん、で、柱なんとかね、こう角材を作っていたそうなんです。長斧、はい、どんな形してるんですか。うん、ね、ちょっとこうイメージがしにくいかなとは思うんだけど、うんうんうん、あの直角に曲がった絵、うん、棒の先っぽに平たい刃がね、うん、ついてるんです、はいはいはい、その刃をクワのようにこう振り下ろす、振り下ろして木材を荒削りしていたんです。あんまりね、こう荒削りって言ってますけど、あんまりこうな綺麗なこう柱とか作れるそうなイメージがないですけども、まあ、そうそう、長斧のはつったはつり跡っていうのが、うん、まあ、いわゆるその模様として使われて、あ、なるほどね、うん、そうで、まあ、あと木材のね、うんうんうん、表面を削るのはカンナの役目となってますが、うんうん、日本の歴史にカンナが登場するのは弥生時代ぐらいなんで、うん、長斧っていうのは、まあ、人類が発明した一番最初の工具だと言われていて、大工道具の化石なんて呼ばれているみたいなんですよ。化石すごいな、長斧ね、うん、初めて聞きましたけども、まあ、一番長斧のなんていうんだろうな、はつり跡っていうのかな、うんうん、仕事の跡が見れるのが、お城。そう、ちょっとさっきあーってめっちゃ言ったのは それをすごい思い出して、うん、まあ、この近くで、まあ、古いのが見れるのは、うん、あの犬山城ね、はい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 、あの天守閣登っていくと、この梁、うんうん、横になってるところにこうグイッグイッグイッとこうなんていうのかな、へこんだこう木の表面がある、うんうんうん、あれがね長斧のはつり跡なんだよね。なんかちょっとボコボコしてるイメージはあったけど、ちょっとこれを知ってから言ったらちょっとまた見るところ、で触ってみたりとか、うんうん、見たりするとそれはその当時その大工さんっていうのかな、うんうん、がこう一生懸命ちょっとずつやって、うん、そこからなんかこう細かく削ってまっすぐにっていうふうにはできなかった。まあ、あのお城作るときは早く作らなきゃいけない、うん、そうなんだとかさ、うんうん、あるから、まあ、そこまで仕上げなくてもよかったかもしれないね。へえ、いや、なんかちょっと その辺が今もこう見れるっていうのはちょっとすごいですね。あるある、うん、
まあ、今でも大工さんは長男使ってね、うんうん、僕も大工の時に長男使って仕事してたりはしたんで、するんだ、うん、でもこの後こう機械化はしていったんですよね。そうそうそう、あの全体的な製材の流れの中では、まあ、機械化に流れていくんだよね、うんうんうん、最初はどんな感じでこう変わっていったんですか。そうです、最初はね、水車を利用していたそうです。水車ってことはこう水の力で切っていったってこと、うん、そうなんですね、うん、当時のノコギリの形は現在の主流の帯ノコって言って、うん、ぐるっとこう回る帯、まあ、ぐるっと回るっていうのも変だけど、うん、帯ノコではなくて、はい、丸い形のノコギリ、丸ノコだったんですね。丸ノコ、うん、で水車の動力を使って丸ノコを回転させて、うんうん、その回転方向に対して平行に原木を入れて引いていくスタイルだったようですね。へー、こう水車の外側とかになんか歯がいっぱいついてるってこと。あ、そういうわけじゃないか。うん、水車の、うん、水車でこう、うんうん、軸が回るでしょ。あ、はい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 、でその軸に例えばベルトとかなんか引っ付けて、なるほどね、うん、でその先にまたこの軸に丸ノコっていうか円盤のノコギリをつけてそれが回転します。くるくる、でそこに木を当ててこう割いていきますっていう、まあ、そういう感じだね。じゃあまだ電気じゃなかったんですね。そうね、水車の力なんかね、イメージ的にそんなに強い力水車あんのかなっていう。水車の力強いよね。そうあるんだ、うん、で、まあ、その後でいくと、動力の話なんだけど、うん、水力から火力へ変わってその後に電気へとなっていきます。火力もあったんですか。火力って、まあ、いわゆる蒸気やね、うん、あーなるほどね、うん、うん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 、火で水沸かしてでそのなんていうのかな、水の蒸気の圧力で、うん、まあ、その動かす、そうそうそう、動力を得るっていうことだね。樋口さんのいるウッディーラーも製材所を兼ねてるんですよね。そうですね、あの仲間の中にその製材所があって、うんうん、まあ、そこでいわゆるその製材機、うん、今の現代の製材機っていうのがあって、はいはい、何があるんですか。まあ、それで製材してますよと、うん、で何て言うんだろうな、最初今、まあ、大体の製材の今のスタイルの流れで言うと、はい、山から木を切ってきます、製材所に届きます、うん、そうすると最初ね、原木の周り皮がついてるから、うんうんうん、木の皮がね、それをめくります、はい、でそうすると、まあ、木がツルツルに裸になるから、はい、それを状態で今度台車っていう電車みたいな機械があるんですよ、うんうんうん、はい、でその上に丸太を乗せます。乗せます。そうするとその帯の子って言って、あ、さっき出てきたやつ、そう、うんとね、帯の子っていうのはね、ちょっとこう口で説明するとなかなか難しいとかあるんだけど、うん、今その僕ら使ってるのが幅が10センチぐらい、あ、小さいんですね、で厚みが 2,3 ミリの鉄板が、うんうん、どうだろうな、5メーターぐらいの輪っかになってるの。はあ、すごい。帯でね、うん、そう、輪ゴムみたいな感じ、うん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 、でそれをもう大きいこの1メーターぐらいのこの自転車の車輪みたいのに引っ掛けて回すと、ずっとノコギリの刃がこうぐるぐる回る。そこにその電車みたいなね、台車と呼ばれるとこに丸太の下、うん、それで台車に乗って、その回回転してるノコバのとこに当てて、ぐーって切れていく、裂いていく。はあ、すっげえ、めちゃくちゃでかいですよね。でっかいね、全部の機材が。でっかいし危ないね。そうですよね。そで、その電車をまあ前行ったり後ろ行ったりって言って、前後前後って走らせて、順番に丸い丸太を四角くしていくと。うん、その四角くする以外とかは何かあったりするんですか。うん、まあ四角くの他だと板ね。あ、はい、まあ、いわゆるこう床板にしてみたりとか、うんうんうん、まあ、そう薄いものにもできますよと。それも同じ帯の子。そう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 、台車に乗せて帯の子で製材していく。へえ。で、あとはもう一回細かく、うんうん、あの同じその帯の子で、幅を詰めて、うん、こう細かく裂いてってっていうのもやって、で、乾燥機に入れて、うん、まあ、乾燥させて出来上がりっていうような。おお。
こうなんかうん、ウッドチップとかあるじゃないですか、うん、そういうのはまた違う機材使ったりするんですか？ウッドチップは、うん、その板とか柱にならなかったその丸いとこから真四角を取ろうとすると、うんうん、三日月の状態のところって4つ残りますよね、うん、でそれがそれをこう粉砕してウッドチップにするじゃない。ああそうなんですね。だから、うん、まあ全部その使うように今しているわけ、うん、ああいいですね。めちゃくちゃエコ。エコ本当にそうね、エコな材料ですね。なんかちょっとね、私も製材するとこ見てみたいなって。すごいスタッフさんみんな見に行ったんですよね。そうよく話を聞くから。そうそう、旭町にあるね製材所に行って、うんうんうん、それこそなんだろうな、ウッドキャストのこのコースターの元となるその杉の原木を製材するとこもね一緒に立ち会って見てみたいな。見学とかさせてもらえたりするんですか？そうね、まあなんかどっかこう応募っていうかね、募集してみんなで見に行けるようなこともできるといいですよね。ウッドキャストでやりたいです ね、 ね、ウッドキャストちょっと募集して製材所見学ツアー、うん、そうね、いいですね、やってもいいですね。やってみたいですね、はいはい、面白いかも。もういつでもご案内しますよ。ちょっともしやったら皆さんぜひ、ね、応募待ってますね、うん、樋口さん今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。ウッドキャスト次回もお楽しみに。森は暖かい。